JA 全農杯全国小学生選抜サッカー in 関西、10-11日、ビッグレイク滋賀、参加12チーム決勝でで、高田 FCU12位、奈良、が1-0で SS クリエイト、大阪、を破り、関西大会3連覇を飾った。決勝を戦った2チームは、全国の強豪16チームによる、JA 全農杯、チビリンピック、5月、日産スタジアム、の出場権を手に入れた。ディアブロッサ高田は、初日の予選 A グループで SS クリエイトに2の3と敗れ、グループ2位で決勝トーナメントに進んだ。準々決勝の西宮サッカースクール戦は、3ピリオド終了の笛が鳴る10秒前に DF 高岡達也の劇的ゴールで1-0と勝利。奈良県代表同士の対戦となった準決勝の YFNARATESORO 奈良テソロ戦も2の1と新勝し、決勝に駒を進めた。その決勝は、予選で唯一勝ち点を与えた SS クリエイトが相手。1ピリオド7分に中盤からのパスを受けた岩本ユアン、主将がゴールを決め、決勝点となった。岩本は、昨日のリーグ戦は、プレーに落ち着きがなく負けた。決勝でクリエイトと戦えたら、絶対勝つ、とみんなと話していたので勝ててよかった。決勝ゴールは、いいパスをもらえた、と主将としてチームを優勝へと導いた。乾良介コーチは、SS クリエイトさんには1回負けていてリベンジができた。決勝は、自分たちの特徴であるドリブルが出せた、と話した。全国大会に向けて、昨年は1勝もできなかったので、今年はまず予選を突破したい。全員攻撃、全員守備の高田が、全国の強豪と対戦するのが楽しみだ。